こんにちは、あゆたびチャンネルです。2024年のハワイ旅動画、初日に夕飯を食べたハワイ島のコストコのご紹介です。ぜひ最後までご覧ください。どんな感じでしょうか。オアフ島でもコストコは行ったことがないので楽しみです。昔アメリカで行ったことあるけど、こっちが空いてるらしい。コストコに来たらサンセットがめちゃくちゃ綺麗なんですけど、ちょうど屋根が入って見えません。ハワイ島のコストコです。雰囲気がほぼ一緒ですね。とりあえずお腹空いたので何かを、あれ、フードコート、多分ね、小分けになってないでしょ。小分けにはなってない。何個入ってるんだろうね。 9.49 454g。 クッキーの中身はなんかノーマル、ま、チョコレートかかってるやつかないね。そうだ、チョコチップ系。まあチョコチップクッキー、チョコレートチップのみだね。おかしい。変わってるっぽいけどな。こんなんあんのかな。日本にこのナッツのバーみたいな。甘そうだな。あ？そこでいつも買うのは重曹と。トイレットペーパーと、あとはなんだっけ、あ、マジックソルトじゃなくてクレイジーソルト見に行こうぜ。あの肉エキスが入ってないから大丈夫、塩だから。岩塩とあとなんだっけ、ハーブ系。いやー、日本のコストコっていうか前橋に行ったんですけど、まあ、クレイジーソルトがなかったんです。クレイジーソルト売り切れ、どうしましょう。ちっちゃいスーパーでちっちゃめのクレイジーソルトを買ったんですけど、やっぱ高いんですよね。コストコの日本入りだったかな、それはやっぱり安い。結構ヘビロテで使う、ヘビロテなんで、ちょっとここにあったら買って帰ろうかなと。ちょっと似てたね。でっかくない？シーチキン、怪しい。アイスケート、これなんだろう、これ何、小麦粉、怪しいね。右側見てて、あ、なんちゃらシュガー、砂糖、あー、ガーリックソルトはあるね。あ、バーモントカレー USA バージョン。いや、もしかしてないかも。
ガーリックソルトあったよ。なぜコストコないね。なぜコストコにクレイジーソルトがないのか。どうしよう。ちょっとスーパーで買いしのぎます。いいやな。13ドル。リンツ。ああ、これ昔買ったな。ブルーベリーのチョコ。ね、これはチップスな。チップス、チップス。あんまりコストコのお菓子コーナー来ねえから。わかんねえ。ビーフジャーキーは日本に持って帰れないからな。ビーフジャーキーいくらなの。あ、そういえばカートを忘れてしまった。どこ行っちゃった。こんなにかな。マルイスタイルポテチでかいです。 6.89。 あー、このチップスね、これ高いやつだよね。ハワイのチップス美味しいよね。安いんだけどでかいね。これも滞在中にもう食べきれない。こんなことない。これもほらすごいいっぱい入ってて、うん、サワークリームじゃない。サワークリームじゃない、オリジナルだから。だいたい 6.5 ドルぐらい。最近ここで水を買います。20安い。ここで買ったらなんかもうね、水高いしね。水に3ドル。クォーターらしいです。0.8。普通の自販とはちょっとなんか違うね。ANA Pay も使いました。ANA Pay でやっとここから嬉しい感じ。
で、プリペイドオーダーピックアップっていうところに取りに行くシステムです。面白いです。で、なんかね、チキンベーキーがそうだ、とこれの紙が出てきて、チキンベーキーってないよね。呼ばれるのは待つばかりです。呼ばれるの？よくわかんないね。ペイン規約とプリペイドオーダーピックアップ。クリーミー、ちょっとね、でもこれね、まだねチーズが焦げすぎてちょっと苦かった。丸